時代の流れとともに可愛くなったキャラ参戦。キューティーハニー、初期の頃からその美貌で元から可愛く美しかったが、作画や演出の技術が向上したことでさらに可愛くなった。キューティーハニー特有のセクシーさと派手な衣装はそのままに、様々な衣装も増えたため、古くからのファンは歓喜したし、新規ファンも獲得することにも成功した。猫娘、新シーズンが作られるたびに少しずつ顔が可愛くなっていたが、6期になるとデザインがガラリと変わり、一気に可愛くなった。この激変ぶりには、ゲゲゲの鬼太郎をあまり知らない人たちにも影響を与え、こちらも新規ファンを獲得し、多くのファンアートが描かれることになった。これだけ大きく変わっても、初期の猫娘らしさが残っているため、そういった点でも、神デザインと呼ばれている、妖怪人間ベラ、リメイクの際には、デザインが大きく変更して、原作の面影が全く感じられないほどの美少女に変貌した。そのあまりの可愛さを持ちながら、早く人間になりたいと願っているため、ファンからは、もう人間名乗れるだろ、普通の人間より可愛いと言った。ツッコミをされることも多い。ベラが話題になることが多いが、ベムとベロも大幅にデザインが変わり、二人ともイケメンになっているため、こちらも人間を名乗っていいレベル。